剣大好きエメネウです。今回は今まで自作したロングワイヤー用アンテナチューナーの中で比較的実用性の高いもの3種類紹介させていただきます。夏に向けてイースポシーズン、移動運用にもね結構最適なシーズン来てるんじゃないかなと思っております。まあ、できればね機材の準備だけでもね事前にしていただければ今年、来年、再来年いろいろとね使い回しが効くかと思います。まあ、全てね手頃な材料で作れる自作のチューナーとなっております。ぜひともね見ていただいて固定移動運用とかにもね活用していただければと思っております。過去に作りましたアンテナチューナーの方紹介させていただきたいと思います。まずこちらの方がねもともとは自作の 0.5W の7メガのね無線機を作った時にもともと作ったのが発祥になります。でその後にピコトラ、みずほ通信さんのねあの有名な 2W のピコトラにもこのチューナー使っておりました。で最近ですとね引き続き FT817、 まあちょっと古くはなりましたけどね、 HF から430まで対応している、まあオールモードオールバンドのハンディ機、あとそのロングワイヤーとしても使っているのがこのチューナーになっております。まあ作りの方はね、まあ、ちょっと以前もご紹介させていただいた通りこのように、まあ、万能機能バーンを使いましてこういう形ですね。ちょっと見えますかね、こういう形になってます。コイルを巻き付けております。でまあコイルのタップはねこの当時はこのようにあの IC クリップって言われるやつだったかな、こういうやつですね。ちょっとこういうクリップですね、こういうクリップで細かくタップ取れるように、まあ、作っておりました。こちらの方はですね、バリコンの方はね、まあ、最大出力が 5W、まあ、対応者は 2W の予定だったんですけどね、このような形でポリバリコンというのを使っております。で、各ね、アンテナの方のあの、ハイとロー、ここのあの、タップの切り替えと、あと、こちらの方にね、固定容量コンデンサーをちょっとつけておりましてね、容量が足りない時に備えて、そのコンデンサーをつけておりまして、それがね、ここのスイッチでこう切り替えれるようになっております。まあこれはこれでね、割合あの出力の低いトランシーバーには結構便利に使えたような形になっております。で、あとこちらの方にね、後ろにぶら下がっているもの、これが SWR系になります。特にね、あのやっぱりあの FT817、非常に便利のいいトランシーバーなんですけどね、やっぱりこういうロングワイヤーですと SWR が無限大から調整に入りますので、ここ回路が入ってて調整がうまくできないということがよくたびたびありましたので、今回はね、このような形で、ブリッジ型の SWR 系ってやつですね。これ抵抗を使ったやつなんですけどね、抵抗を使った SWR 系を搭載しております。でこの SWR 系のね一番の特徴っていうのが、アンテナの方は無限大になりましても、絶えず無線機からアンテナの方を見ますと SWR がほぼ1、インピーダンス50をもねずーっと維持するような回路になってます。ですのでアンテナ側のね SWR が上がりましても、無線機側は絶えずね SWR が1ですので全く誤動作しないというんですか。でただ1点だけ弱点がありまして、この V1 型の SWR 系はダミーロードみたいなものです。ほとんどのものをここで熱で変換するような回路になってますので、当然入れた状態ですと更新できません。送信の方もそうなんですけど、受信の方もねもう大幅の感度が落ちてしまいますので、まあ、そこがね最大のデメリットというんですか、絶えず SWR を測定しながら使うことができないというのがね、この SWR 系の最大のデメリットになります。市販品にはね、こういうブリッジ型のやつっていうのはね、一部ロングワイヤー用のチューナーの中身はどうも搭載されているというのは聞いたことあるんですけど、無線機の中にはね、あまり搭載されてないとは思うんですけど、まあこういうものもね、本当にこう見ていただいても抵抗だけで作っている SWR 系です。まあ良ければね、まあこれ作り方っていうのは雑誌とかにも載っておりますので、良ければそっちの方を見ていただければね、まあこれからのシーズンね、またこれ時々登場してくるかと思いますけど、よろしくお願いいたします。でそのうちねつけたのがこの金具っていうんですか、まあこれただこれ本当にね洗濯バサミです。これが何に役立つかと言いますと、こちらの方ですね、こういう釣り竿ですね、釣り竿にエレメントを貼った時に挟み込むためですね、こういう形ですね、こういう形にね挟み込むために意図的にこうしております。こうやって挟み出るんですか、こんだけです。ただこれによりましてね、チューナーの固定がしっかりと、まあ、確保できるようになりましたので、意外とね
この洗濯バサミを使って通常にチューナーをつけるようになりましてね、非常にねこのチューナーの使い勝手がね以前以上に良くなったような形になっております。全体の中ではね、まず第一弾、このチューナーが全てのスタートになっております。ポリバリコンというのがね、非常にね入手性は非常にいいんですけど、どう見ましてもねやっぱり耐電圧、高い電圧には全く耐えられないっていうんですか。でこれもちょっと私の方でもね断言して言うことはできないんですけど、 5W まででしたらまあ普通、今まであんまりトラブル起こしたことないんですけど、 10W ぐらいになりますとね、あの焼けてしまったっていうことが過去に何回か起こっております。焼けた時の動作っていうのが、まあ、こちらの方のポリバリコンを回りますと、今はねこのスムーズに回ってるんですけど、多分このポリバリコンの中で放電が起こったと思うんですけど、こうスムーズに回らなくなります。なんかこう引っかかりができるようになりますとね、もうこのポリバリコンがほぼダメになったということになりますので、まあ 5W はほぼ大丈夫なんですけど、まあ、10W になった場合はね要注意していただければ、まあでもそこそこまでは使えるんですけどね、特に2分の1波長の整数倍のね電圧の高いようなエレメントと周波数の関係の時にはね十分注意していただきたいと思います。どうしてもね高い出力に使えなかったっていうのが長年のネックだったんですけど、それをね改良したのがこのチューナーになります。まあこちらの方もね、これ過去にちょっと雑誌でもご紹介させていただくことがあるんですけど、こういう形ですね、見ていただきますと、ここがね、まあ、まずコイルになっております。でここのコイルはねこういう形で洗濯バサミこれを使いましてね、ここにネジがセットされています。ネジがセットされています。これでこのような形にね挟み込んでですね、挟み込んで固定するようにしています。こういう形ですね。で問題はねこちらの方のコンデンサーです。でこの当時、これ今でもね現行で使ってはいるんですけど、これはね雨どいのパイプをこちら側割ってますね、割ってかぶせてるだけです。同じ径なんですけどね、同じ径の雨どいのパイプを一つはストレート、もう一つはこのようにね半分割りまして、ね、割ったものに銅の板を貼り付けましてこう動かせるようになってます。ですのでこちらの方にねメモリが売ってるんですけど、このメモリがほぼ再現性が高くなってますので、まあ周波数を変えるごとにメモリなんぼの L はね当然こう数えることができますので、こう数えることによっていけるみたいな形でね、でなおかつこういう形でこれ置くような設計にしております。はい、なぜねこっちの方がこういう形になってるかと言いますとね、こうやって、まあ、まず床面に置けます。まあこれでね、まあある意味一つの使い勝手をまあ良くしたっていう過去があるんですけどね、こういう形で床に置いてもねチューナーの主要な部分は当たらないように設計しております。でもう一つがねこのようなプラスチックのケースですね、こういうプラスチックのケース、まあこれに収めて、まあ簡易的に防水もしたかったんじゃないですか。まあこのような形でね蓋つけますとね収めることができて、まあちょっとこのケースですね、ちょっと大雨には対応できないかなと思うんですけど、簡易的なね防水にはなると思いますので、このケースにね入るためにこういう形をデザインさせてもらいました、この当時。で各こういうプラスチックの板の固定もね、こういう形で結束バンドを使いましてね、かなり簡素化した経緯っていうのがございます。はい、そういう中でね3番目に登場したのがこのチューナーになります。もともとはね使い勝手2番目のねこれでも悪いことはなかったんですけどね、こっちの方でもね全然悪いことはなかったんですけどね、ちょっと釣り竿にセットしたりするようなことが多くなりましたので、もっとコンパクト化できないのかなっていうので検討しまして、結果的にねこちらもほぼ使い回しです。こちらの L の方のコードってね見ていただいても使い回しです。違うのがこちらの方ですね、こちらの方のねコードが変わっています。もともとこれがね、まあ、こちらにありますクリアファイルっていうのをね加工しまして、ポイントはね両方に電極があります。電極があってセンターに置いてるんで、まあ容量がね理論上は倍増やせるっていうのでね、まあそれもありましてね、でなおかつ、まあ、こういう形で、まあ、非常に、まあ、コンパクトというんですか、通常の移動運用はねこれを使ってこのような形でね移動運用させていただいております。比較的ね、まあ、皆さん、あとはここのね押さえをしっかり刺さないとやっぱり容量が安定しないというんですか、こちらですね、
やっぱり7メガはまだいいんですけど、21になるとね、やっぱりちょっとここの部分がちょっとだけでも動くと結構 SDR が大きく変化しますので、こちらはねこういう形で両端にね磁石をつけまして押さえ込んでおります。こういう形でね押さえ込むことによってね、まあ容量の変化をね最小化して、これでギリギリ50メガぐらいまではね、ちょっと50がギリギリなんですけどね、ちょっとかなりここの調整がシビアにはなるんですけどね、意外とね50メガまではなんとかこれ使えとるようなシステムになっております。この3つがね私のあの作ってきたチューナーの歴史の中で、まああのある程度完成形になったようなタイプです。まあこれが本当にね釣り竿ベースの移動用っていうんですか、従来ですだいたい 50W までは確実に持ってますので、まあ50まではこれでいってるような形です。でもう半固定なようなところで防水とかしたいような時にはねこのタイプを使っております。こういうかね、ただねこれはマニュアルチューナーですから、ほぼロングワイヤーと言いながらでも固定周波数固定なんですけど、まあ、割合ねこれを使っているような形になってます。であと FT817 を使った移動ではこちらの方ですね、この下これでこの3種類をね使い分けているような形です。でねまずこれを例にしてね、まあ、何点かポイントがあります。まずねこれもね固まったところじゃないんですけどね、昔はこういうねミノムシグリップでここですねインピーダンスを調整してたんですけど、まあ、最近ですとねちょっとやっぱりやってると意外とね当社は便利良かったんですけどね、やっぱりよくこれが外れることがあるので、最近はもうちょっと一手間かかるんですけどね、ただ運用中に外れも嫌ですよね。このような形ですね、こういう形でねもう圧着端子で固定するような形、これの方が私的には増えてきているような形です。まあこれもねちょっとワニグシクリップ使うことも時々あるんですけど、最近はね一手間加えてこのような形でね Y 端子で接続するようなタイプの方がワニグチクリップよりも増えているような形です。であとこういうのね使いまして、当然 L が足りない場合、 L が足りない場合はねこういうようなね増結コイルを用意しております。なぜねこれにもこれがついているかと言いますと、まあ釣り竿につけたかっただけって言うんですか、こちらの方にね釣り竿にこうやってつけることができます。ですので通常ですとこのタイプのチューナーですよね、これとこれを2つ連結させてこういう形ですね、こういう形ですね、連結してこちらをここに接続するような形ですね、こちらをこっちの方に接続しましてね、まあ、大体あの 3.5 メガぐらいまで、5メーターのエレメントで 3.5 を乗せるときにはねこのコイルが絶対必要になります。これコイルをねこういう形で連結させてます。ですのでこちらの方もねもうワイタンに書いてあります。確かに一手間あって、あとこちらの方のタップもねこのような形ですね、普通のビリングスにタップ巻いてるだけです、まあ、こういう形ですね、これをねクリップでこうやって固定してるだけです。で不足したエルはねこれで追加するような形にしております。であと不足するものとしまして、もう一つ C コンデンサーの方もありますので、ただね写真でもちょっとどっかお話ししてちょっとこれなかなかアップでは取りにくいんですけど、こういう形でね高圧のコンデンサー、高圧のコンデンサーにまあこういうケーブルをつけたバージョン、またはこういうバネ口クリップつけたバージョンもまだちょっと存在してるんですか、まあ、これをね必要に応じまして、こういう形ですね、必要な端子に接続してコンデンサーを容量を増やすっていうような形でね、まあ、あのコンデンサーの容量も7メガまでにしたら大きな問題にはならないとは思うんですけど、 3.5 メガになりますと明らかにねコンデンサーの容量不足を起こしますので、このような形でね固定容量のコンデンサー、こちらの方はね大体入手性はね比較的いいと思うので、こういう高圧2キロぐらいのコンデンサーも簡単に手に入りますので、こういうコンデンサーもね絶えず持ち歩きながら、まあ、こういうプラスチックのケースに入れてますね、大抵の場合ですとこういうプラスチックのケースに入れております。で持ち歩いているような形です。アンテナアナライザーというものがだいぶ増えましてね、あの登場の機械というのが減ってきてはいるんですけど、まあ、こちらの方、こちらの方のチューナーでもねご紹介させていただいたと思うんですけど、こういうブリッジ型のSDR系、まあ817まではね結構便利に使ってはいるんですけど、それ以上になりますとこれですと抵抗が焼けちゃいますので、こちらの方のねチューナー用ということで、まあ時々使うことがありますので、こういうね低
抵抗ブリッジ型のちょっと大型タイプ、まあ抵抗が大きくなっただけなんですけどね、容量が。こういうもんもね別途持っております。ですのでこれとこれをつなげますと、こちらの調整中どんなに SWR が高くなり、アンテナの方のね SWR がどんなに高くなりましても、無線機の方はね絶えず SWR が1、ほぼ1になってますので、まあそういう意味合いではね安心して調整できます。ただやっぱりねパワーはできるだけ落としていただきたいと。一応 50W ぐらいまではギリギリ耐えれるようには作ってはいるんですけど、まあできるだけね 10W 以下にしないとやっぱり火傷してもいけませんし、で最近ですとね確かにあのアンテナアナライザーがありますので、無理してこれを使う機会っていうのはだいぶは減ってるんですけど、まあこういうものもね組み合わせしながらアンテナのチューナーの調整できるだけねスムーズにするような仕掛けっていうのをねこういう形で作っております。どうだったでしょうか。まあ結果的にはねこのように扱っている出力で、あと固定移動運用などね使ってる携帯によってね、私もこの3種類をほぼ使い分けております。まあどれもね一番頭にが痛かったのが高圧のコンデンサーですけど、 5W まででしたらねポリパリコはね比較的安価で簡単に入手まだできるんじゃないかなと思っております。ただやっぱりね 10W クラスになりますと雨だい用のパイプを活用したコンデンサーで、あとこの前ご紹介させていただきましたクリアファイルを使ったコンデンサー、まあこういうものをね軸にしながらチューナーをね自作していろいろと遊んでいるような次第になっております。まあやっぱりねオートアンテナチューナーっていうのがね各メーカーさんからも固定用移動用としてね販売はされてはいるとは思うんですけど、意外とねこういうものを作ってみますと面白いと思います。でね作ったら作ったで意外と壊れることもありませんので、まあ車とかでね移動運用するような機会があるようでしたらね、ぜひとも予備のチューナーとしてね積んでおきますとね、ここ一番で役立つかもしれませんので、ぜひともアンテナの実験自作で予備の機材というようなね目線でねこういうチューナーもねぜひともあの活用していただければと思っております。おそらくお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。